日本近畿地方京都府京都市上京区上7県上7県の町並みに2016年上7県は京都市上京区新税町から鮭長屋町に位置する花町である。室町時代に北野天満宮の再建の際に残った資材を使って7県の茶店を建てた。これが上7県の由来で桃山時代に豊臣秀吉が北野で大茶会を開いた折に、 茶店側は団子を献上したところ大いに褒められて、以来、またに詩人の結びつきで花街としての繁栄を極める。毎年春になると、上七県下部連城で、北の踊りが上演されて少数ながらにして良い儀芸を磨き披露している。舞踊の流派は、明治以前は、篠塚流、その後は、下流流。茶道は、西方二次で習っている。現在、お茶屋十軒、芸儀。 舞妓合わせて31名である。上7県紋章上7県2005年、伝染地中華前の町並み江戸期に、下の森や小番町に茶屋株を貸し、芸妓中心の花町として発展し、江戸末期に、肘方と市像が上7県の芸妓舞妓を相手にした逸話があるが不明である。北の踊り上7県は戦前まではお茶屋50件、芸妓舞妓合わせて60名で、 将棋も3名いたが、第二次世界大戦で、お茶屋の大半が天廃業し、1945年、頃に再開。その頃はお茶屋35件、芸技50名ぐらいいたが西陣織産業の衰退により減少し、芸技数も20名以下に落ち込んで、株会所属の舞踊学校で習っている優秀な生徒に対し組合が来たのを踊りへの出演を要請していた時期もあった。 その中で芸儀が生まれている。その間、お茶屋、吉田屋の娘である広子が戦後で初の舞妓として見せ出しをしたが、後に襟替えをし、舞妓はしばらくは消滅した。しかし1981年3月、石川県出身の梅木区くが、久々の舞妓として見せ出し、多くの関係者に祝福を受け、彼女の後に次々と舞妓が誕生していく。 1990年代前期、株会は雑誌、テレビなどで舞妓募集を呼びかけ、事実7名の舞妓が生まれたが、伝統を重んじる一部の反対により頓挫した。しかし、近年インターネットがきっかけで舞妓に志願する女性の数が再び増加してきている。2015年現在、舞妓は8名である。その他に、OL や薬剤師、 大学卒業生から芸人への転身を遂げた女性も、おり、世間に話題を提供した。お茶や芸舞妓の増減が激しい上七軒だが、室町時代から続く伝統を大事にしながら、新しい方向へ歩み出している。2001年、上七軒一帯は、上行北の景観整備地区に指定され、2010年3月25日、明治30年代建築の株連城が大規模。 改修工事を終え、4月中旬に公演されていた北の踊りを58年ぶりに繰り上げ、落とし公演として、他の花町よりも早く上演された。上7県案内費2013年2月、上7県通電線地中化工事が完成、上野灯を設置した石畳風舗装の道路に生まれ変わった。上7県、スッキリロス、北の踊り前に無電中華完了。京都新聞。 2016年1月25日閲覧、八神、ありがとうございます。